もしもし、テレフォン人生相談です。あ、よろしくお願いいたします。はい、こちらこそ。どういったご相談ですか？娘、今現在精神科に入院しております娘のことでご相談したいと思いました。はい。あなたおいくつ？私は60です。60歳。はい。ご主人いらっしゃいますか？はい。ご主人はおいくつですか？66です。66歳。はい。で、お嬢さんはおいくつですか？はい、37歳。37歳、はい。お子さんはお一人？3人です。あ、そうですか。はい。そうすると、このお嬢さんは、長女。ご長女ね。はい。次女が33。33歳。はい。長男が28。28歳。はい。はい。で、ご長女はずっと入院してらっしゃるの？いえ、2ヶ月前に、はい。突然電話が入りまして、はい。今病院にいるのよって。なるほど。それでその電話が2年ぶりでした。2年間連絡取ってなかったんですね。ああ、そうなんですか。ええ。そうすると、お住まいは全然別なところにそうですずっといらした。はい。ご結婚されてんですか？もちろんそうです。はい。あ、ご結婚されてんの？はい。何年前ぐらいにご結婚された？12年です。12年前。はい。はい。ご長女のご主人は同じ年の同級生です。同級生で。お子さんいらっしゃるのかしら？3人おります。で、今日のそのご長女のことについてのご相談は何ですか？はい、実は2ヶ月前に、そういうふうな入院してますって電話が入りまして、はい。半年前から、はい。体が動かなくなってきて、はい。ほとんど寝たきりで、はい。子供の面倒は、はい。娘の夫が、はい。仕事を早く帰ってきて、はい。世話してくれてたのよって、はい。そしてあとヘルパーさんを頼んで、はい。食事の世話をしていただいたり、はい。なんとか頑張ってきたんだけど、はい。一度入院して、はい、ゆっくり休んだ方がいいよって夫から言われたから、はい、昨日から精神科に入院してるのよって言いました。体が動かなくなって、ええ、精神科に入院されたの？っていうのは娘は結婚して4年目にうつ病をやってるんですね。あ、はいはい。その時うつ病って言われたんですけど、はい、子供が2歳の時でしたので、ええ、実家に戻ってきまして、はい、半年間私が孫の面倒を見ました。あ、なるほど。それで娘が病院に通いながら、なんとか治ったので戻りました。お嬢さんのうつ病っていうのは、はい、結婚前はなかったんですか？ありました。あ、あったんですか？はい。何歳ぐらいの時にお別れになったの？23の時です。はい。病気しまして、はい、やはり半年間ぐらい。でも3人お子さんいらっしゃるんですよね。それ最初のお子さんが2歳だった頃ですよね。そうです。だから驚きました。病気を持ってるのにね、って驚いたんですけど。何歳と何歳と何歳のお子さんですか？上の子が男の子で10歳。はい、10歳、はい。下の子が女の子で4歳。はい、一番下の子が、1歳8ヶ月で女の子です。で、今回は、2ヶ月前にお電話があって、はい、その間は大丈夫だったの？実は2年間連絡が取れてませんでしたので。ああ、そっか。ちょっと間はわからないね。はい。その2年間の連絡が取れなかったのは、どういう意味で取れなかったのかさ。実は、妹がいるって言いましたでしょ、はい。妹と喧嘩になったんです。娘と長女と次女と。はい。大喧嘩になりまして、ええ、それで、親もそこにいたんですけど、ね、親っていうのはあなたのこと？私たちのことです、うん、妹が小さい頃にお姉さんにいじめられたってことを散々罵ったんです、ね、私はお姉さんにどんだけいじめられたかって、ね、それでもうびっくりしてしまったんですけど、はい、妹も止まらなくなってしまったんです、ね、あれもされたこれもされたって、ねそれでずっと泣きながら帰ってしまったんです、ね、だからもともとそういう病気を持ってるからかもわからないんですけど、なんかそれが大きくて手紙が来まして、しばらくの間はお父さんとお母さんとも妹とも弟とも連絡を取らないからって、こちらから何かあったら必ず連絡するから待っててほしいって。ああ、なるほど。それで私たちも娘から連絡来るのを待ってたんですけど、その電話が病院からのその電話だった
んです、2ヶ月前の、うんうんうん、それで娘には会いに行ったんですけど、病院に、はい、主治医の先生ともお話ししました、はい、そしたらうつ病ではないと、ええ、パーソナリティ障害っていう病気だと言われました、はいはい、そのパーソナリティ障害は何型っていう話はなかったですか？それはなさらなかったんですけど、ええ、主人も私もびっくりしまして、ええ、家に帰ってきてからインターネットでも調べてみました、はい、そしたらやっぱり難しい病気、うん、だということに気づきまして、はい、それであの娘と話したときに、はい、あのとりあえずすぐ治らないと思うから、うん、あの両親にお世話になりたいと、うん、それで病気が治ったら、うん、どうしても3人の子供が心配で、うん、あの子たちのことが頭から離れないから、うん、治ったら子供の元に戻りたいって、はい、そして私たちも夫と相談しまして、できる限り力を尽くしたいって思ってましたけど、先日、はい、娘の夫から、はい、メールが届きました、はい、主人と私に、はい、娘が入院している間にけじめをつけたい、うん、離婚をしたいって、はい、結婚生活12年長いけど、ずっと苦しんできたと、はい、苦しめられ続けてきた、もう病気に振り回されるんではなくて、3人の子供を引き取って、自分がしっかりと育てたい、今は娘に対してはもう恐怖心しかないと、その病気に対する、恐怖心と不安しかないと、はい、だから3人の子供を守るために、自分のためにも一日も早くはっきりと離婚して、生活を立て直したい、はい、両親に返したいと、娘を。ああ、なるほど、はい、これから主治医の先生に相談してそのタイミングを図るって。なるほど。だから親として、ええ、その娘の気持ちは聞いてるわけですよね、ええ、そしてその娘の夫からのメールも届いて気持ちが分かりました、ええ、親として夫婦の間に口は挟めませんけど、どういうふうにしてこれからやっていったらいいのか、ええ、分かりました。今日はですね、はい、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします。もしもし、はい、はい、こんにちは。こんにちは、お電話になります。よろしくお願いいたします、はい、今この お嬢さんのお子さんたちは、はい、ご主人が自分一人で見てるんですか？はい、そうです。この1歳8ヶ月のお子さんも保育園に預けてる、6時まで保育園って言ってました。ああ、まあ一人でそれができてる状態だってことなんですかね。すごくできる人です、何でも。その主治医の方にね、パーソナリティ障害っていう名前は聞いたようですけれども、はい、あの症状だとか今後の見通しだとかについてのお話も伺ったんでしょ？はい、そしたらあの入院した当初は、あの軽いですって言われたんですけど、入院が今2ヶ月になるんですけど、はい、だんだん重くなってるようなんですね。だんだん重くなってきましたって言われて、私たちもこのやっぱり現実を見て、あ、これはもう無理だなって、あの娘の夫からのメールを見て思いました、まあ、ただね、はい、あのそうは言っても離婚するかどうかはお嬢さんも決めることですので、あのお嬢さんが嫌だと言っている時にじゃあどうするのかっていうことは強制的にはできないんでしょうか？なんか入院している間にしたいって言うんですよね。いや、それはね、あの、できないと思いますよ。そうなんですか。まあ、少なくともお嬢さんが離婚届にサインしないっていうことでね。あの、その間に、知らない間に離婚しちゃうとか、そんなことはできませんのでね。あ、そうですか。それはもうできないです、間違いなく。はい。あの、強制的にっていうのは、裁判で離婚するっていうことですけど、それはあの、お嬢さん相手に裁判を起こさないといけないですし、で、お嬢さんは今別に成年後見とかになってるわけじゃないのでね、はい、お嬢さん相手に裁判をすれば、はい、お嬢さんが自分で裁判の当事者として振る舞うわけですから、はい、お嬢さんが知らない間に判決が取られちゃうっていうのは、これは違法な手続きになってしまいますので、はい、あの、勝手にしてしまうってことはできないです。3人の子供も、あの、渡さないって言ってるんですけど、そういうのはやっぱり、うちの娘は病気であるわけで、見れないわけですよね。
うん、あの離婚にはね、はい、未成年の子供の親権者を定めないと離婚できませんので、はいあはい、ですからそれはあの、まあ、離婚普通に協議離婚の時は話し合って決めるわけですけどね、はい、でも、まあ、話し合いが成立しない時には調停だとかあるいは調停でもダメな時は裁判で決めるっていうことになります。あ裁判でね、あそうですか。ただ裁判の前には調停前置といってね、はい、離婚の場合は必ず調停の手続きを入れないといけないので、はい一旦はその話し合いの場みたいなのを設けることになりますよね。ああ、どうですか。はい。ただ、もう娘のその病状によって、そういうちゃんときちっと話せるかどうかなと思って。まあ、本当にできないんだとすると、調停手続きはできないということで、不調ということにして、今度いきなり裁判という話になる可能性はありますけどね。あ、いずれにしても娘が納得しなかったら、そういう裁判っていう形になるわけですよね。そうですね。裁判はもう判決ですので、それで裁判官がまあ判断して決めるわけですけど、はい、まあそんなその調停も応じられないぐらいのね病状だとすると、はい、それはやっぱり難しくなる可能性がありますよね。お嬢さんの方に不利になる可能性がありますよね。不利になるってことね。当然そうですよね。見れないってことでね、子供もね。そうですよね。あとすいません、もう一つ伺ってよろしいでしょうか。はい。この入院費の件なんですけど、はい、あちらは払えないっておっしゃってるんですね。うん、もう娘を見る目は他人なんですね。でも、うん、もうだから恐怖心しかないって。まあそれはあのいろいろこれまでのいきさつがあるんでしょうけど、ね、です。ただご主人が払いたくないとか払えないとか言っても、はいはい、そこをなんとかっていう話はしなきゃいけないですよね。そうですか。はい。まあ、あの、私自身は、ま、専門家じゃないですけど、はいはい、あの、仕事の関係でパーソナリティ障害と言われる方と接することは割合多いんです。そうですか。あの、比較的、あの、トラブルになることが多いので、弁護士のところに相談に見えたりね、はい、あるいは逆に、その相手の人がパーソナリティ障害だったりするっていうことは、割合、機会があるんですけど、はい、そうですか。やはり、あの、周りの方たちが大変苦しめられてることが多くて、とにかく決めるのは当事者であるしね、はいはい、あのまだその別に意識が混濁しているような病状じゃないので、はい、ご本人が全部当事者となってやっていくことになるんですよ。ですからご両親としては、はい、まあアドバイスをしたりね、はい、経済的な援助をしたりとか、はい、それはできますけど、はい、それ以上のことはできないですし、はい、そのましてそのお嬢さんのお子さんたちにとってはね、はい、あのお嬢さんだけが親ではないので、はい、あの相手の方とどちらが親権を取って育てていくのかは、はい、あのまあね、そこはもう決められてしまうので、はい、それに従うしかないわけですしね。そうですね。はい、で当然まあお嬢さんはお子さんにあの母親ですからね、はい、それはもし親権取れない時にはものすごくあの悩むと思います。うん、ですからそこはね、例えば面会交渉みたいな月に1回会うとか2回会うとかね、はいはい、そういうようなことがスムーズにできるように援助するとか、はい、そういうことしか多分できないだろうと思いますけど、親としてはね、はい、あ、わかりました。はい。でもまあそういうことで精一杯支えていくしかないですし、お子さんたちといるときにお母さんがどんな、あ、お母さんってお嬢さんがね、どんな風に振る舞って お子さんたちにどう接するかっていうことも非常に難しいので、あの、お嬢さんがお子さんを見るのが本当にいいことなのかどうかはね、お嬢さんの気持ちだけでは言えないことなので。はい、わかりました。要するに、難しいこの病気だってことですよね。まあ、あの、病状についてはね、主治医の方とよく、あの、ご相談になって、はい、まあ、素人考えでいろんなことをしても、それは無理ですので、はい、主治医の方のね、ご指示に従うしかないと思いますので。わかりました。はい。はい、どうもすいません。いろいろありがとうございます。はい、お分かりいただけましたか？はい、ありがとうございました。はい、離婚に関しては、やはりお嬢さんにしっかりとお話をするしかないですね。そうですね。はい。はい、わかりました。それも、あなたがというよりは、ご主人との話し合いということで。娘夫婦でね。そうですね。そうですよね。はい。はい、わかりました。どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、失礼いたします。